吉田さんお疲れ様ですまあ成長の方にフォーカスした方がいいでしょうね成功よりもねまあフェーズにもよりますけどもまだ例えばですけども価値が安定してない場合は FX においてはですね分からなかったことが分かることを日々積み重ねていって目先の勝ち負けはあんまり気にしなくていいのかなと思いますということはもうね実弾を用いてエントリーするべきではないってことなんですよ最初のうちは。 ずっと分からないことが分かってきた。見えてないものが見えてきた。技術がどんどん身についてきた。それを日々やることであって、実際にパソコン開いてチャートを見るって作業は、最初は必要ないと思いますね。それこそ単語帳に基礎概念とか基礎用語をね、ずっとやっておく。それでいいんだと思います。で、身についたかなと思った頃に、実際にデモトレードをやってみて、チャートの波からどのぐらいの見識が見出せるのかってことを試してみる。 で、なんならそれについて喋ってみるとかねこれからこういうふうに動くと思うその根拠はみたいなことをずっと話せるようになってきたらそしたらまあ一定の成績が出せるようになってきたら目標金額を設定して成功だ失敗だっていうふうにやっていくっていうこんな形じゃないかなと思うんですよ。なんかねやっぱりね最初っからね大して FX やったこともない人が今日は勝ちました負けましたっていうふうにね一喜一憂する人はこれねやめちゃうんですよ。そこじゃないんですよね。あの 勝ち負けはもう FX やる以上生涯つきまとうから焦るなと今は力をつけるべきであってじゃあ勝ったんならなんで勝てたかっていう根拠をちょっとお話してくれますかとか負けたんだったらなんでね負けたのかってことをちゃんと振り返って検証できますかそれができなかったら勝っても負けても意味ないよそれこそあの単なる勝ち負け休むに至りだよよっっていうことだだたりすするんですよね、うんまあ、だから駆け出しの頃はねあの一つ一つの成功とか失敗に取られるんじゃなくて。 経験とかね増し加えた知識にこそ喜びを感じるモチベーションを感じるってことが大事かなと思います。で<は>